辛くも曹操の包囲網を脱することができた劉備と張飛。しかし見落として二人を逃がした関羽の消息が途絶えてしまう。失意の劉備はそのまま曹操の目を逃れると紀州の袁紹を頼る。折しも袁紹は曹操と華北の覇権をかけて戦おうとしていた。劉備は袁紹に確証として迎えられ、すぐに出陣を壊れる。主戦場の関東の曹操軍を動揺させるため徐南で陽動をかけよう。与えられた任務に向かうその時、劉備はある将と再会する。張雲、彼は劉備の人柄を慕い劉備のもとへ駆けつけたという。未だ力なく寄って立つ地も持たない劉備。しかしその人徳は少しずつ乱世に輝きを放ち始めていた。張雲、劉備、張飛、飛翔する明日を信じ男たちは戦場へ向かう。信じる者のため、張飛竜、いざ参る。すまぬ張雲、このような戦のために来たのではあるまいに。お気になさらず、私は劉備殿と共に戦えるだけで嬉しいのです。私はなんと非力なのだ。すまぬ雲長、よくとく。うじうじしたってしゃあねえぜ兄者。相手が来るならぶっ飛ばすまでだ。この張り詰めた空気、しびれますね。おのれ曹操め、行くぞ。名族の力を思い知らせてくれる。この戦は袁紹殿の命に従う。曹操の軍を打ち倒すのだ。敵の狙いは白馬と袁紹の様子。目を覚ますか。西の拠点を撃ちましょう。ちょうどに我が知略を使わおうか。敵の勢いはまだ衰えてはいない。このままここで敵を抜く。
回避する。ちょうどいい。我が主力ファイルでさせてもらおうか。この西側の敵は盛況な様子。私に行かせてください。言うとならん。この猛獣がこちらへ来るようだ。この者を倒せば西側の体勢は盤石となろう。西の敵は駆逐できたようだな。大義である。西側はこれより我が軍の精鋭が。このお前たちは遠心の援護に回る。おっと、味方とかぶれたか。かわいそうだな。独断先行、遠心戦。味方のいない戦いの恐ろしさ教えてやる。超治癒ファイル。
よくやってくれた。ちょうどいい。我が主力させてもらおうか。撃ち取ったり。超シール
ぜ。いやはや、こうも引っかき回されるとは。まあ仕方ない。対局に響く前にこれは手仕舞いだ。兄者、無事で何より。そなたこそ、あの七をよくぞ。助手にて曹操殿にひとたび命を預け、その恩義に報いるため少々の働きをしてまいり申した。我ら兄弟の志以外のために武を振るうなど面目次第もござらぬが。何を言うか、雲長。共に生き、共に死すという我らの誓い、よくぞ守ってくれた。むしろ、兄者のもとに来てくれたか。さて、どうする。俺たちも袁紹に言われた分は終わったしな。袁紹殿は己の牽制ばかりを求めている。このまま共に戦っても我らの目指す世は作れまい。すまない、長軍。来てくれて早々流浪の真空を共にさせることになる。お気になさらず。この超支流の槍、劉備殿の大使を支えるために。